そのフライパン俺が次戻ってくるまでに洗っとけよ。じゃなかったら殴るからな。いつもみたいに。まだダメ。熱いな。カモンベイビー。お嬢ちゃん、どうだいこのナイフの味は。美味しいかよ。まだ終わりじゃないだろ。魔女の宅急便で見たことあるなこれ。おい、その運び方あるか。中古の冷蔵庫みたいな扱いすんなよ。今日ずっとダッシュしてんな。滝いそうか俺は。昔々、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。え、ベリーをですか。しかし森は冷たく静かで、はい、ベリーは見当たりません。え、ベリーがですか。少女はベリーを探すため、ベリーを母の手を離れ森の中へ入ってしまいます。え、ベリーをですか。必死に呼び止める母親の声も届かず、はい、少女は奥深くへと進んでいきました。奥、え、ベリーですか。喉が渇いた少女はベリーを目の前に輝く満月か満月に気づきました。はい。すると月はコウモリの怪物に変わり、はい、羽を噛みちぎり言いました。はい。お嬢さん、この血をお飲みなさい。ベリーですか。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。頭おかしいですね。その後墓地へ出ると、はい、風が激しく吹き荒れ、あたりの空気は凍りつき、上からグラッと、あ、違った、はい、そこへ死神が現れ、はい、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。なんて言ったの。さあお嬢さん、これを着て温まる。温かいようなドレスじゃないぞ。そして微笑みました。冬服なめんなよ。あれ、コイキング、色違いのコイキングだ。不気味な海を進むうちに、はい、少女はお家が恋しく、お前さっきまで山にいなかった。同時にお腹が空いてたまらなくなりました。はい。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。はい。さあお嬢さん、これを食べ。ヒレを。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。ヒレを。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。竜宮城的な。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきます。おい、お前を去ったお母さんの厳しさがわかるわ。思った少女は、はい、金の歯車を奪い取ってしまいます。あ、怒った。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。あ、さっきのじゃん。少女は怖くなって怯え、邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。はい。欲深い娘だ、受けた恩も返さずに。お、魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。かわいい。その話不気味すぎないか。ああ、半年だぞ。美人だ。本屋のおばさんが教えてくれたの。というわけでウィッシャーね、喋ってる最中ですけど、今回もやっていこうか。先週かな、バイオハザード7が終わって、まあ一応最新作のね、バイオハザード8ならぬバイオハザードビレッジかなっていうゲームを今回からやっていこうと思います。俺の中では8なんだよね。うん、まあ7も面白かったけど、今回はどんな感じなんでしょう。ってわけでやっていきましょう。もういい、悪かった。可愛いな、しかしな。引きずってはないよ。何の話してたんだ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。お前も永遠の眠りにつかせてやろうか。あ、おっぱ、おっぱ、夕飯。あ、くそ、どこ見てんだお前。いい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 、こいつの顔はいい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 、こいつの顔は、ちょ、あいつの、あいつの、お前ダメだ、動けねえ。いい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 、思い出したくない。今ローズはいい。そりゃそうさ。何を、何の話してんの。視点移動、いや、いいよ。何か言った？何も寝かせてくる。おお、まあいや、ちょっと待って、俺、ローズの、ちょ、一回ローズの見よう。一回ローズ見よう。いや、上じゃねえんだよ、お前。あ、こっち側から行けない。料理中に近づいたら危ないでしょ。おい、こっち向けよ、お前。こっち向けよ、お前。視聴者の気持ち考えろよ、お前。あー、ダメだ。何してるのよ、もう。いや、こっち。ダメだ。お前、そのフライパン俺が次戻ってくるまでに洗っとけよ。じゃなかったら殴るからな。いつもみたいに。はーい、おねんね。ここにちょうどいいね、机があるんで、ここで。このね、木の机で寝かしていこうと思います、今回は。はい、おねんね。おねんね。え、なんで寝てくれないの？いや、うちの子になるっていうのはそういうことよ。これからはこういうところで寝てかなきゃいけねえんだよ。ダメだわ。
ダメだ、今さ、ダークディセプションっていうさ、もう出してるかな、もう出してるかわかんないけど、そういうなんか猿が追いかけてくるホラーゲームやったの。散々叫びすぎちゃってさ、もう喉がガラガラよ。こっち先にやるべきだったな、こんなんだったら。あ、こっちで合ってたんだ、しかも。ここか、じゃあ。ここだな、見る感じな。これ、ん？今足音しなかったか。いびき？お、いびきすなよ、その年で。無呼吸症候群が怖くなるわ、マジで。よし、じゃあね、無事寝かしつけたところなんで、次は奥さんを上に呼んで、このベッドで二人、います。パソコンつけっぱなしじゃん。なにこれ。また見やとけ。見よ！ズミでつい3年前事件のことを口に出してしまったのが原因。え？ヨーロッパの暮らしに慣れてきてローズのさ、俺の心の一部はあのベイカー店に。俺さ、先週までさ、さっきも言ったけど、バイオハザード7やってたの。で、7でミアとか、このベイカー店にいたのよ。説明下手かもしれないけど、よかったら見てみて。え、じゃあさっきのあれミアってことは、あれ、前作の主人公？俺。またあのおっさん？名前わかんねえけど、調べる。ローズのお気に入りだ。知るかよ、あんなもん。なんだこれ。ガンサバイバー銃撃編。いや、お前も、そんなすぐに吹っ切れるもんか。ロケットランチャーみたいなの散々ぶっ放したぞ。ああ、俺の中では一週間だけど、こいつはもう3年経ってんのか。なるほどね。じゃああの事件から帰ってきて、無事助かって、お家住んで子供作って、みたいな。うん。ってわけで、じゃあ上のベッドでミアと一緒に今から遊んでいきたいと思うんですけど、どうでしょうね。うん。おい、虫入ってねえだろうな。ベイカー邸でちょっとトラウマになってんだよ。あ、よかった、違う。うん、いい匂い。これは？あ、まだダメ。熱いな！シオルバでレギューム。地元の料理。お、今の熱いぞ！ダメだよ、それは。でも、あなたがいじけたままでいるなら、はい。これはお預けね。はい。あなた、本当に気にしすぎよ。何の話してんの？だけど、ルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。お、まあいろいろあったんだな。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられる。3年後って割には全然見た目違うな。なのにあなたと来たらまだ。ああ、なんだ、ん、ん、いや伏せろ。え、いや、撃たれた今。え、兵器装じゃなかった、一発撃たれたのに。え、ちょっと待って、何この状態か。なんでそんなことすんの。もういませんよ。もう誰もいませんよ。もう大丈夫です。え、ちょっと待って待って。どうして。最初一発目兵器装だったぞ、こいつ。え、何、え、誰、誰、クリス、なんでお前が。クリス、いいさ。なんで？やめろ！え？なんでそんなことすんの？そんな、どうして？なに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 ？え？え、クリスっていうかワルスじゃん。え、どういうこと？さっさと歩け！なんで？え？悪い人だな、俺。あ、僕の赤ちゃん泣いてる。おい、娘に何する。確保しました、どうぞ連れて行け。おい、ローズに触るな。イーサン、やめとけ。え、どういうこと。え、悪い人たちだったの、クリスとか。運び出せ。え、悪い人。おい、その運び方あるか。中古の冷蔵庫みたいな扱いすんなよ、俺のこと。電話だ。注文かな。注文の電話かな。はい、もしもし、やつやでございます。はい。娘さんの診察結果についてお伝えしたいことがあるので、はい、木曜の午後4時でいかがです。わかりました。伺います。はい。先生からだ。来週来いって。誰が、何のために、どこに。なあミア、悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。うん。ここのとこ、動ける。はい。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。喧嘩してる。ローズならあの通り元気だろ。何の問題だ。どうした。私たちのことよ、イーサン。あ、またやるか。あなたは分かってない。
分かってないの。なんだっけ、イザベルだっけ、あの女の子、前回のラスボスイザベルだっけ。あれまだ取り付いてる、お前に。ワーク、仕事場。え、ウォークって歩くって意味だっけ。ワーク、もういいや、日本語で書け、そんなもん。よくなるな電話。おい、街にいる怖そうな人と同じくらい電話なんな。おい、街にいる悪そうな人ってなんでずっと電話ばっかしてんの。あいつらコム持ちなの。ねえ、コム持ち知ってるか。コム持ちって言葉知らねえだろお前ら。コム持ちって、あれで、あれどうなってんのこれ。あ、視界が、メガネかけてよ。何、誰。はい、無事です。何の話だ。クリスはどこにいる。ローズは。え、何が、どういうこと。え、あ、動けるようになった。なんか調べられる。もう使えそうにない。目標の殺害および遺体収容。ローズマリー・ウィンターズ、イーサン・ウィンターズ、両名確保。両名は検査のためサイトCまで移送。最低2名の武装兵を。ああ、なるほどね。え、武装兵をっていうくらいなんだからさ、銃の一つや二つ落ちてないの。落ちてないわ。え、しかもすごい寒いね今。7月なんだよ。なんか7月なんだけど、もう7月下旬なんだけど、なんか今年梅雨が短かったんだよね。で、梅雨短いなと思って喜んでたら、あの真夏にもう一回梅雨が来るというね。うん、まあ、あの真夏はね、天気いい時はやっぱりバイク乗ろうかなと思うけど、あの真夏の昼のもうバイクは絶対ダメ、具合悪くなるね。うん、真夏はもう夕方からじゃないとバイク乗れないんだよね。あの暑すぎ。あのたまにね、走ってる時涼しそうとか言うけど全然涼しくないから。暑いもんな、暑いもん。うん、体に悪いやつだよな、真夏の昼ってな。だってそんなことを喋ってる間にも合ってるのか。合ってそうだよな。うん、これ、あ、しゃがむんだろ、どうせ。どうせしゃがんでいくんだろな。よしよし、バカだなお前。不器用にも程があるだろお前。まあ、目的もなく進んでいっているけど。え、ちょっと画面の明るさ明るくしてくるわ。おい、食っとけよ。こっからこういうのがもう貴重なタンパク源になるんだから、絶対食べておけよそんなの。もう捕まえるまでもねえわ。もう焼き鳥だな。あれ、なんだこれ、鳥さんたちいっぱい捕まってるね。いや、俺もう猿のゲームでさっきやったばっかりだからさ、もう驚かんよ、ちっちゃい鳥くらいじゃ。俺武装した猿に追っかけられてたからな今まで。もう余裕よこんなの。もう朝飯しまいすぎるわ。朝飯しまいすぎてまだ味噌汁もできてねえわ。まあ、とりあえず入る、入れるよね感じ的に。入れるわ。お邪魔しまーす。おい、魔女の宅急便で見たことあるなこれ。金持ちの家にあるやつじゃんこれ。地下に行くのかこっちか、なんつって笑わせていただきます。へっ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 へ。いるな誰かな。怪しいんだよこの展開。せーの、よいしょ。なんだ、タンパク質しかいなかった。え、あ、じゃあさ、ただのネズミ。あれだけ思わせぶりで。なに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 、逃げよ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 。あれ、ほら頑張れ。あれ、でもこんなに血あった、こんなに血あったか。ああ、でも新しい血だ、新しい血だよ割と。で、何の仕事だ、どういうことなん。でも俺もよくわかんないこれは、今回ばかりは。でもこっちに行けってことだ。ん、え、こっち乗り越える W。 ああ、そういうこと、いいんだ。今日ずっとダッシュしてんな、滝いそうか俺は。どこなんだ、何これ、バイオハザード4みたいな世界観。え、4みたいじゃないこれ。4やった、みんな、すげえ昔だけど。ねえ、うんこ出してろーとかってやつ知ってる。おっぱいのペラペラソースとか。
知らないかな。まあ、気になる方はバイオハザード4空耳で検索してくれ。あー、え、これは作った料理なのか土砂物なのかわかんねえな。バイオハザードって美味しそうな料理一回も出てこねえよな。ん？あ！なんか唯一人いそうなオタク見つけました。何これ、なんて書いてあんの。住人行方不明につき封鎖。へえ。あー、ほら、鶏来てるよ、ここは。ほら、ハンドガン見つけたら殺しに来なきゃな。お邪魔します。失礼します。お酒もある。ナイフだ。ナイフじゃん。ナイフじゃん。あ、これアイテム入ってるやつじゃない？ほら、ちょっと食う。住人はどこに行った？ちょっと食いな。ちょっと食べなよ。なんかカレー作り終わった鍋に水つけといたらこうなるよね。あれ、なんか今、スロットの北斗の剣だったらそこそこ熱い展開のやつが来た。せーの。よいしょ。ああ、撃つ、撃つ、撃つんじゃない。何、何、何、誰だ、誰がよこした。何、誰がよこしたって。道で事故があって。何、何、お前今うんこ食ったような顔してたな。何、何、しまった、奴らだ。何、何、何、奴ら、今のは何なんだ。銃は、え、ねえよ。銃は持ってるよな。あるわけねえだろ、ナイフしかねえよ。何、何、どうすりゃいいの。ありがとう。待て、はいはいはい、早く、早く。え？何、何、何、何？聞いてるか？おい！あ、あ、あ、あ！もうショットガン使わねえな。もうショットガン使わねえよな。あ、あ、何これ、何これ、何これ。え、何？え、何？見えない、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 見えない。見えない、見えない、見えない。あ、おー、びっくりした。あれ？これ今の？死体だと。これ今の？あっちも死体か。え、どういうこと？みんなお亡くなりになってるってこと？え？この家の下？ここ。あいつ生きてない？さりげなく。無事？すいません、大丈夫ですか？大丈夫ですか？おお、びく、いた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 い、え、取られてない、危ね、危ね、危ね、もうちょいで取られるとこだった、もうちょいで手噛みちぎられるとこだった。危な、おい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 、保険入っててよかったよ。え、やばくない？ちょっと待って、立てよ、いいから。お前もう慣れてんじゃん、この手のやつ。クモの巣くぐって、いやいや、もう慣れてるじゃん、この手のやつ。あ、やばい、ナイフになっちゃった。あ、いやい、ポン。逃げろ。え、この中にさ、あのじじいさっきショットガン置かなかったか？ちょ、待って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 。あれ、あのおじさんさっき使ったショットガン使えない。まあいいや、もう諦めよう。せーの、よいしょー、ありがとう。怪しいのよ、これが怪しいのよ。さっき手噛まれたしな。あれ、はい、もう、もう至って冷静よ、至って冷静だって。びっくりした。あれ、もうみんな同じおじさんに見えちゃう。え、どうする、どうする、どうする。え、ていうか、待って待って待って、どうする。え、え、なになになに、やばいじゃん、やばいじゃん。え、囲まれてんの俺今、どうしよう。おー、びっくりした、びっくりした。やばいやばい、もうなる、来いよお前、おらおら、おら見ろ、ほらほら、切りつけてやれ、切りつけろ、切りつけろ、切りつけろ、よし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 、カモンベイビー、お嬢ちゃん。
サバイバル。どうだいこのナイフの味は、美味しいかよ。クライナーベイビー、どうだ、うまいだろ、どうだい。まだ終わりじゃないだろ。なんだこれ、お金落とした。うわー、すごい嫌な鳴き声すんな。何、スペースガード、ガードしながら進む。一応大丈夫だ。お、お、やったやった。待て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 、これない、これない、なんか銃ゲット、銃ゲット、ないないない、やばい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 、ちょっと待て待て待て、やばくない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 ですか。行くしかないよな。ん？あ、いるわ。ハロー。何これ？調べる。攻撃で巻き潰せば煙幕になる。はい。あ、本当だ。バカだこいつら。じゃあな。お、やばい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 。ちょっと待って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 。やばいやばいやばい。でもアイテムは回収した。アイテムアイテム。よし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 。ちょ、え、待って待って、畑のそばの家まで行こう、ちょっと。ちょ、畑のそば。バイバイ。バイバイしたじゃん、今。のあら。待って待って、畑のそばのお家行こう。畑のそばのお家行こう。一回。ん？これ、あれじゃね？これ、もしかしてだけどさ。ほらー。ちょっと待って。やばい。ちょ、待って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 。落ち着け、落ち着け、落ち着いて。あべ、間違えて回復しちゃったじゃん、今。ハグリッド、待って待って、ごめんごめんごめん、痛い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 。ハグリッド、ハグリッド、ハグリッド、ハグリッドいる、ハグリッド、ねえ、ハグリッドいる。あ、無理だ、絶対無理、絶対無理、ハグリッド来た。やばくないこれ、普通に。このハグリッド、あ、効かん。ん？これは？これいける？いける？いけない？あ。やばい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 よやばいよ。もう頭きた。え、痛い痛い痛い、何、何かやられた、何かやられてる、何か痛い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 。どうしよう。あ、やばい、ちょっと待って待って、やばいやばい。おい、中古の冷蔵庫の運び方みたいなことすんな。おうえ、あ、ゲー出そう。え、やばくない？あれ、さっきのでかいのどこ行った？なにこれ？仲間かと思ったら敵だった！絶望を感じている。あ、終わったわ、俺。あ、やばい、絶望感じ、うわぁ、やだ！汚いドワーフだ！森のドワーフみたいなの来た。なに？あ！やばいじゃん。あ、来るなよ！おい！お前、知力にも触れってあれほど言っただろ？あ、ない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 、やばい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 、年末のライジンくらい盛り上がってる。どうしよう。ん？何？何？何何？何？え？何？お前、怪我するの好きだな、毎回毎回。おお、びっくりした。幽霊？おい、待て。何？おばあちゃん？生にも死にも栄光を与えぬ。お前、そのドクロ本物か？あんた、ここにいると危険だ。なんだそれ。昔の原宿みたいなデザインだな、それ。何それ。そなたか。あの子の父親だね。ああ、そうです。まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。どういうこと。あの子に危険が迫ってる。え、そうなの。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した、マザーミランダ。化け物のことか。何、ミランダのこと俺は何も知らんだなんだけど。城の鐘が災いを告げておる。やつらが来るぞ。おい、行っちまってんだこのババア。マザーミランダって、我らがために金はなる、またやつらが来るのじゃ。そうなの。ローズが、うわー、これどうせあれだ、ほら、顔をはめ込めのやつだ、絶対そうだよ。もうこれ調べなくてもわかるもん。ほら、もう顔をはめ込めってことなんだよ、ここに。
探索？俺そろそろセーブして、もう今回はこんなもんでいいんですけど。ん？ここは教会か。ん？あ、これはめ込むやつだな、どうせ。どうせはめ込むやつ。あ！ほら、絶対そうだと思った。この手のゲームはタイプライターがセーブなんで。よし、というわけでね、じゃあ、今回ここまで来ました。で、こっからはこの村をなんかよくわかんないけど、なんかしてくんだと思います。マジで何も知らないんで、俺。うん。一切ゲーム実況とか動画を見たことないから、ちょっとどうなっていくのかわかんないんですけど、とりあえず今回はここまで。また次回やっていきましょう。お疲れ。